はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回とかは JGC 修行を兼ねまして北海道旭川市からベトナム最大の都市ホーチミンに旅行した動画のパート4です。皆さん、ベトナムで一番高い建物知っていますか？今回ホーチミンにあります高さ461メートルのベトナムナンバーワンの高さを誇る超高層ビルランドマーク81の展望台に行っております。それ以外にホーチミンの中心部にあります市民劇場などフランス統治時代に建築されたおしゃれな建物が多いドンコイ通りを散策しております。そしてベトナム風のお好み焼きバインセイを食べております。最後にタンソンニャット空港のラウンジについても紹介しております。 4K 映像かつ二重言語の字幕を選択して最後までご視聴いただければ幸いです。パート1の動画では北海道の真ん中旭川空港から羽田空港を経由してベトナムタンソンニャット空港到着までの模様を紹介しました。そしてパート2の動画ではタンソンニャット空港到着の模様や早朝からビジター利用ができるジム、市内観光やベトナム料理のフォーの人気店などを紹介しております。最後にパート3の動画ではメコン川クルーズツアーの模様やベンタン市場ナイトスポットのレサンドン通りやグイビエン通りにつきましても紹介しております。まだ視聴されたことがない方はこれらの動画もご覧いただけますと嬉しいです。ホーチミン滞在最終日はホテルで朝食を食べた後ベトナムナンバーワンの超高層ビルランドマーク81に行きました。この場所はホーチミンの中心部ドンコイ通りから約3キロの場所にあります。私は5分ぐらい前にグラブバイクでランドマーク81に向けてホテルを出発しております。今サイゴン川沿いのホンドクタン通りを走行しておりますが、左に見える1925年創業のコロニアル建築の高級ホテルマジェスティックサイゴンなど高級ホテルが立ち並んでいます。左に見える像は13世紀に中国がベトナムに侵攻した際にそれを打ち破ったチャンフンダオ将軍の像だそうです。パート2の動画でも紹介しておりますが、ランドマーク81はベトナムで一番高いビルで高さ461メートルです。2022年9月現在、日本で一番高いビルは大阪にありますアベノハルカスですが、高さが300メートルです。ランドマーク81の高さはアベノハルカスの 1.5 倍の高さですので、かなりの高さがあることを理解いただけたんじゃないかなと思います。ランドマーク81がありますビンタイン区はドンコイ通りやベンタイン市場があります一区ではありませんが、ホーチミン市内で最も高級な住宅地と言われておりまして、高層マンションが立ち並んでいるエリアです。ホテルを出発しまして20分ぐらいでランドマーク81に到着しました。はい、それではランドマーク81に入ろうと思います。このビルの5階まではショッピングモールになっていました。入り口を入るとすぐに日本のユニクロがありました。それ以外にも高級ブランドショップなどもありました。東大のチケット売り場は地下1階にありましたので、エスカレーターに乗って降りたらすぐ横にありました。私は展望台に平日の午前中に行きましたが、料金が30万ドル、日本円で約1800円でした。真ん中のチケットを見ますとハッピーアワーズと記載がありましたので、土日や夜行った時は料金が高いかもしれないです。ここでスタッフの誘導もなく一人でエレベーターに乗りました。エレベーターから外が見えませんでしたので、階数表示のモニターを見ていました。エレベーターを降りましたら79階、高さ約370メートルでした。こちらではカフェもありましたね。お茶をしながらゆっくり景色を見れると思いました。私は撮影しながら景色を見ておりました。今80階から景色を撮影しておりますが、ここで合成写真を撮れるようです。私がこの展望台に行った時は平日の午前中だったこともありまして、お客さんが少なかったですね。こちらで足でモニターを踏んでいる方がいましたが、楽しいんでしょうかね。81階に上がるためには専用の服を着て命綱をつけなければ上がれませんでしたね。私もこの命綱
ナーをつけてランドマーク81の最上階の80階でホーチミンの景色を撮影しました。蛇行している川が見えると思いますが、こちらはサイゴン川です。大雨が降ったら川が氾濫しちゃうんじゃないかなと心配になりますね。ただ遮るものが何もないので、ホーチミンの素晴らしい景色を見ることができました。私はランドマーク81の展望台に行った後、ベトナムの友達がおすすめしておりましたバインセオのお店タンホンに行きました。こちらの場所はホーチミンの郊外タンソンニャット空港に近い場所にありました。私はこの時クラブバイクで向かっていたんですが、突然雨が降ってきてびしょびしょになりましたね。雨の降り始めであれば路面が濡れておりませんので、バイクに乗っていても泥跳ねしないんですが、路面が濡れてくるとびちゃびちゃに泥跳ねして最悪なんですよね。ここからタンソンニャット空港まで 1.5 キロでした。この道を右に行きますとタンソンニャット空港方面でしたが、今回はバインセオのお店タンホンに行くためまっすぐ進みました。この辺りは日本人がイメージしているベトナムの街並みなんじゃないかなと思います。バイクがたくさん走っていまして、所狭しとお店が立ち並んでいましたね。ランドマーク81から約9キロ、クラブバイクで約30分ぐらいでバインセオのお店タンホンに到着しました。こちらがお店の外観です。このお店は絶対にルール部には載ってないでしょうね。ただお店のホームページもありました。概要欄にこのお店のウェブサイト載せておきます。こちらはこのお店のメニューです。メニューは全てベトナム語でしたが、ベトナムの友達に赤色の枠のバインセオ9万5000丼日本円で約600円と、揚げ春巻き8万丼日本円で約480円を注文していただきました。ドリンクはサイゴンビール3万5000丼日本円で約210円を注文しました。バインセオは皮がパリッとしていまして、なかなか良い食感だと思いました。中にはエビやもやし、豚肉などが入っていました。ナンプラーのタレにつけて食べると美味しかったです。また揚げ春巻きは間違いなく美味しかったですね。ベトナムのお好み焼きバインセオを初めて食べましたが美味しかったです。私はバインセオを食べた後、ホーチミンの中心部にありますドンコイ通りに向かいました。右側にはホーチミン市人民委員会庁舎が見えました。左側にはユニクロもありましたね。左側には市民劇場別名オペラハウスがありましたね。右側にはルイ・ヴィトンのお店もありました。ドンコイ通り沿いの建物はフランスの影響を受けているんじゃないかなと思いました。ドンコイ通りは片側3車線の一方通行でしたが、メインストリートの割には少し狭く感じましたね。この辺りのホテルはほとんどが5つ星だと思います。お星さんも一度はこの辺りのホテルに泊まってみたいですね。この道をまっすぐ行きますとサイゴン川に行くことができます。今度はバイクを降りてドンコイ通りを歩いてみました。私がドンコイ通りを歩いたのが月曜日でしたが、あまり混んでなかったですね。多分土日でしたらもっと混んでいたんでしょうね。ドンコイ通りは日本で言えば銀座もしくは表参道のようなイメージの場所だと思いました。おしゃれな洋服屋さんやカフェもたくさんありましたよ。前方に見えるお店はホーチミンでレートが良い両替所です。パート3の動画で紹介しました。ベンタン市場の近くの両替所よりは少しレートが良くないですが、ここのレートは2022年9月中旬のレートで1万円で167万ドンでした。宿泊先のホテルがこの近くであったり、ドンコイ通りに行く機会がある場合はここで両替されると良いと思います。私はフエンフエ通りから撮影してみました。奥に見えますのがホーチミン市人民委員会庁舎です。シャネルのお店もありました。こちらでベトナムのリッチマンが買い漁っているんでしょうかね。ドンコイ通りやフエンフエ通りはすごく綺麗ですので、散歩すると気持ち良いと思いました。私はドンコイ通りを散策した後ホテルに戻りました。その後ホ
テルでゆっくり休んで帰る準備をした後、グラブタクシーでタンソニアット空港に向かいました。夜の高島屋のイルミネーションが綺麗でしたね。奥に見える高層ビルは高さ 262.5m のピテクスコフィナンシャルタワーです。私は車窓からドンコイ通り周辺のビルの夜景を眺めていました。この時は結構雨が降っていました。ホーチミンの中心部のホテルを出発しまして、約30分ぐらいでタンソニアット空港に到着しました。私が到着した時は国内線にはかなり人がいっぱいで混んでいましたね。タンソニアット空港2階出発ロビーの様子です。日本航空 JAL のチェックインカウンターはいいでした。すでにエコノミークラスの乗客がたくさん並んでいました。私はビジネスクラスチェックインカウンターでいいチケット控えとワクチン接種証明書を見せました。私はチェックインをした後、出国審査場に向かいました。こちらがタンソニアット空港ラウンジマップです。今後各国の入国制限が緩和され利用者が増えていきますと変更になる可能性があると思いますが、日本航空の上級会員並びにビジネスクラス、プレミアム、エコノミークラス利用者が利用できるラウンジはサイゴン、メイズラウンジのみでした。ちなみに全日空、ANA の指定ラウンジも同じでした。それ以外にベトナム空港のロータスラウンジもありました。他のラウンジも早く再開してくれると良いですね。出国審査を無事に通過した後、制限エリアにありますラウンジに行こうと思いました。化粧品の免税店など横目に見ながらエスカレーターの方に行きました。エスカレーターを降りた3階には奥にレストランやバーガーキングがありました。私はサイゴンネイズラウンジの看板がありましたのでラウンジの方に歩いて行きました。左側にはマッサージ店があったんですがクローズしていました。次回ホーチミンに行った時までには再開してほしいですね。通路を歩いていきますと奥にサイゴンネイズラウンジがありました。サイゴンネイズラウンジは先ほど紹介しました日本航空や全日空だけでなく、カセイパシフィック航空やアシナ航空、マレーシア航空、エバー航空などの指定ラウンジになっていました。以前タンソニアット空港でプライオリティパスを使用できたラウンジはオーキッドラウンジでした。私はオーキッドラウンジの場所に行ってみましたが、工事中だったのかクローズしておりました。こちらにプライオリティパスでもサイゴンネイズラウンジを利用することができますと書いてありました。オーキッドラウンジが工事中のため一時的な措置なのかは分かりませんが、日本航空や全日空の上級会員と同じサイゴンネイズラウンジを利用できるのはプライオリティパスをお持ちの方には嬉しいでしょうね。プライオリティパスにつきましてはバンコク旅行の動画でも紹介しましたが、航空会社の上級会員やビジネスクラスなどの航空券がなくても世界1300カ所以上のラウンジを利用できるカードです。年会費は99ドルから429ドルまでありますが、年会費1万1000円の楽天プレミアムカードを保有するだけでプライオリティパスを手に入れることができるんです。プライオリティパスがあれば写真で紹介しております羽田空港の全日空 ANA ラウンジやタイスワンナプム空港のオマン空港のラウンジ、今回紹介しますタンソニアット空港のサイゴンネイズラウンジなどを利用することができます。海外旅行の好きな方にはぜひプライオリティパスを利用して世界の空港のラウンジを満喫してほしいと思います。サイゴンネイズラウンジの中の様子です。このラウンジはタンソニアット空港の最上級ラウンジに位置しているだけあって、雰囲気も高級感が漂っていました。ただ日本航空や全日空の上級会員だけでなくプライオリティパスでも入るためかなり混雑していました。こちらの料理ですが、ここにもフォーがありましたね。それ以外にお肉料理やバナナやドラゴンフルーツなど南国フルーツもありました。ワインやいろいろなお酒もありました。サイゴンビールやさまざまなソフトドリンクもありました。私がこちらで食べた料理とドリンクです。やっぱりフォーは食べちゃいましたね。ライムをたくさん入れて食べました。美味しかったです。鶏肉やソーセージも美味しかったですね。サイゴンビールやトロピカルジュースも美味しく飲みました。最後に食べたヨーグルトも含め全て美味しかったです。私は
ラウンジで食事をした後、19番搭乗口に向かいました。途中、レストランもありましたね。このエスカレーターを降りて左に曲がりますと、たくさんの乗客が待っていました。はい、ウルトラム、タンソニア島空港、定刻23時25分発、東京羽田空港行き、日本航空 JAL 70便、搭乗開始します。ただ実際は定刻より1時間ほど搭乗時刻が遅れていました。私は21でしたので、飲まずに機内に入ることができました。私が座った座席は前に席がなかったので快適でしたね。ベトナム、タンソニアット空港から羽田空港までの区間マイルは2706マイルです。距離は約4354キロです。途中、沖縄上空などを通過するルートでした。これからベトナム、タンソニアット空港を離陸します。徐々に加速していきます。この機種であるボーイング787の離陸速度は約300キロだそうです。日本航空 JAL 70便羽田空港に向けて離陸しました。この機種は行きと同じボーイング787でしたが、モニターはこの便の方が新しかったですね。私は地図を見るのが好きなので、映画などを見ないで飛行ルートをずっと眺めておりました。機内では JAL ショップを見ながら、どんな機内販売があるのか見ておりました。日本航空の上級会員でありますダイヤモンドや JGC プレミア会員は、国際線機内販売の事前予約ができるようです。また JAL カードで支払えば10% 割引並びにショッピングマイルも2倍になります。ビジネスクラスに搭乗された方限定ですが、鹿児島の芋焼酎森伊蔵を3400円で買うことができます。ちなみに Amazon では1万5000円前後していました。もし森伊蔵を Amazon で購入されたい方は、販売リンクを貼っておきます。それ以外にも化粧品やアクセサリーなどを購入することができました。台湾とフィリピンの間の上空を飛行しておりましたが、ここから目的地の羽田空港までは約3時間でした。以前 YouTube 動画で紹介しました沖縄県久米島上空付近で機内食が出てきました。メインディッシュは親子丼でした。実ぶりの日本食、やっぱり美味しかったですね。それ以外のヨーグルトやフルーツも美味しかったです。午前4時15分頃には神奈川県相模湾上空を飛行しました。あと20分ほどで東京羽田空港到着です。ベトナム、タンソニアット空港から飛行時間5時間半くらいで、日本航空 JAL 70便が東京羽田空港に到着しました。機内から出た後、走っている人がいましたね。羽田空港に到着後、こちらの看板の場所を通ります。 マイ SOS と呼ばれております救命健康サポートアプリをダウンロードして、羽田空港到着6時間前までにワクチン接種証明書、質問票、誓約書の入力を済ませた方は、画面の色が青色や緑色になっています。もし事前登録をしていない場合は、赤色の画面になっています。赤色の画面の方は、羽田空港で先ほどの必要事項の入力をしなければなりませんので、入国するのに時間がかかります。それほど大変ではありませんので、 MySOS のアプリの登録並びに必要事項の入力を羽田空港到着6時間前までにされた方が良いと思います。私はバンコク旅行の際には事前に入力しておりましたが、今回は忘れてしまったため、携帯の画面が赤色でした。その場合はこちらで必要事項をアプリ、もしくはここに置いてある PC で入力します。こちらには外国語を話せるスタッフがいますので、日本語がわからない外国人でも
問題なく入力できると思います。また日本入国時にはこちらの携帯品、別荘品申告書を記載しなければなりません。羽田空港には日本語だけでなく英語や中国語などの用紙も置いてありました。入国審査並びに税関を無事に通過しまして羽田空港第3ターミナル到着ロビーに出てこれました。その後羽田空港中央空港国際空港行き日本航空 JAL 555便に乗りました。この便はボーイング767でしたので、このモニターではありませんが、過去に登場したボーイング737のモニター映像です。ベトナム、タンソニアと空港から羽田空港を経由しまして北海道旭川空港まで合計区間マイル3282マイル距離で5281キロを移動してきました。さすがに深夜便からの移動でかなり疲れましたね。なんとか無事に北海道の真ん中旭川空港に到着しました。旭川空港の外に出たんですが、午後4時の気温が 12.9 度、やっぱり寒かったですね。これで今回の動画は以上になります。ホーチミンの中心部トッコイ通りの映像を見ながらエンディングにさせていただきます。今回の動画ではベトナムでナンバーワンの高さを誇る超高層ビルランドマーク81や、地元ベトナム人おすすめのバインセオのレストランホーチミンの中心部でありますドンコイ通りを散策してまいりました。ベトナムタンソニアット空港では日本航空や全日空指定ラウンジで、かつ2022年9月現在プライオリティパスでも利用ができる最後ネイズラウンジの中の様子も紹介させていただきました。それに加えまして、タンソニアット空港から羽田空港を経由しまして北海道の真ん中旭川空港まで合計区間マイル3282マイル距離で5281キロを移動した様子など盛りだくさんの内容ではなかったでしょうか。今後も旅行に行った際にはこのような動画を作成しようと思っておりますので、もし作成した際にはそちらの動画もぜひご覧いただければ嬉しいです。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。おじさん、来年 JAL でホーチミン行けるかな。